けまして。じゃあいきますね、せーの、明けましておめでとうございます。クレイです。クレイです。はい、新年一発目の動画ということで、今回はトリココムデギャルソンの、はい、2019SS です。もう春夏の立ち上がりがありますので。そうね、新年もう始まって、新年始まって9日しか経ってないのに。そうなんです、もう春夏になりましたね。はい、早い。イノシシです、今日は。イノシシ、今年はイノシシ。、はい、ということで、はい、はい、じゃあ今回のテーマ、てぃちゃん教えてください。はい、今回の、トリココムデギャルソン 2019SS のテーマがハッピーカラーです。ハッピーカラー。ハッピーなカラー。ハッピーカラーっていうのが今期のテーマになってまして、はい、本当にもしまだファッションプレスとか見られてない方は見てほしいんですけど、うん、もう本当にすごいハッピーカラーですよね。うんうん、ハッピーカラーです。ハッピー。そう、すっごいカラフルで、とってもポップなコレクションになってました。うん、そうですね、うん。で、地味な感じで、うん、T シャツでもこんな、そう、ね、T シャツもちょっとすごい可愛い感じで。うん。ハッピーカラーで可愛いっていうテーマみたいで。うん、そうです、うん。すごいファッションが楽しいね、今年はね。楽しいですね。いろいろなブランド、うん、他のブランドももちろん、カラーが出てきてるけど、うん、トリコはね、もう一番楽しい感じでやってきて、うん、なんかこう色と色を合わせたり、うん、もう色と柄と柄を合わせたりとかっていう、柄と、なんかストライプとかね、もうなんかすごい柄とストライプを合わせてすごいですよ。すごい。でもなんかこう不思議と、ね、調和するというか、うん、なんかこう変にだろう、ね、うるさくならないのか、うん、またすごいなって、基本がちゃんとなってるっていうギャルソンならではの、うん、そうですね、うん、やっぱ柄もそうなんですけど、やっぱシルエット同士が綺麗だったりとか、うんうん、やっぱそういうのがあるので、うん、とてもいい。あとね、生地も結構夏っぽくオーガンジーとか、うんうんうん、透け感のあるものとか、透け感ありますね、透け感のあるものと透け感のあるものとか、うん、合わせたりるので、意外とやっぱりそこら辺もね、うん、なんかギャルソンならではのならではですね、縫うのがすごいしんどいって言ってた。いや、もうそれはもう多分、はい、すごいもうなんか大人の話なんですけど、縫、うん、うのがすごくすごく大変で、コーチンがピピピ ピみたいな感じでっておっしゃってました、うん、ね、じゃあもう値段はもう本当に何も言えないですね。安くはないですけど、うん、でも本当楽しいね、うん、楽しいです、うん、はい、そんな感じで、はい、まあ、ちょっと後ろの方にもかかってる感じで、はい、まあ、本当にこれもすごく可愛いです、うん、ね、ハッピーカラー、ハッピーカラー、ハッピードーナツ、ハッピードーナツです。もう楽しい、本当こういうね、ちょっと何かこう、うん、ジャケットのインとかでもいいし、うんうん、自然面も1枚でしてもいいし、うん、そうですね、うん、こういうコートで、ね、でもいいし、ここでちょっと見せる、そう、こんなになってますよ。このコートも裏地がすごく可愛くて、あ、そう、本当可愛い。しかも、うん、なんだろう、パッチワークみたいになってたりとかするので、そうそうそう、うん、なんか出るところ可愛いですね、うん、可愛いです、うん、なんかもう抜かりなく可愛いというか、ね、来ましょう来ましょうという感じのコレクションになってまして、はい、あと T シャツとか本当にシンプルな、うん、ロゴだけトリココムデギャルソンってシンプルに書いてあるだけの T シャツとかもちょっと今回入ってきてるので、うん、T シャツはもう言わずもがな、ね、すごく綺麗な T シャツで、うん、そうなんです、ちょっと私もすごく愛用してる T シャツなんですけど、あ、これも西上さん買いました、はい、うん、私物です、私物もう私物です、そうですそういう感じですね、うんうん、はいはい、じゃあ今回の19年 SS、うん、はい、これからまた立ち上がりからいろいろご展開してまいりたいと思うので、はいはい、もっといろいろ本当にたくさん可愛いのが来月もまた再来月も入ってくるので、うん、はい、またちょっとそっちの時また次も紹介していこうと思います、うん、はい、ではでは、はい、2019年第1弾、はい、今年もよろしくお願いいたします